出自の家っていう孤児院で育ったんだけど、預けられる前のことは覚えてないんだ。1歳の頃の話だし、しかも私捨て子だったから。ラーメン屋の裏で見つかったらしいよ。鶏ガラの横にちょこーんって。頭くるよね。でもラーメンは好きなんだ。よーし、あちしみっくりあやめね。よろしくよろしく。で、あと何言えばいいんだ。まあとにかくガンガン行こうか。おっほー、力がギューンと集まってきている感じ。やばやば、いいよ、これって相当なんじゃないの。おお、見つけた。次ってこんな感じなんだ。学校の授業で体育と同じくらい好きなのが図工。特に木を掘るのが大好き。最初はウサギを掘ったけど、下手っぴだったな。木彫りでの自信作は、魚をくわえてるクマ。見て、この魚。鮭だと思うでしょ？実はサバなんだ。川とか海とか関係ないから。最近は結構大きいやつを掘ってんの。あー、もう掘ってないね。削ってる感じ。なんてったってジェイソーを使ってるからね。これってきっとそうだよね。あちし強くなってるよね。わかるわかる。なんか、なんか違う感じする。あちし昔から思ったことをすぐ言っちゃうし、顔に出ちゃうし、それがまた治んないんだけど。でもそれがあちしってことだよね。おっす、元気か。あちしはバリバリ元気だし、来るの待ってたんだよ。じゃあ行くぞ。どこへ。ああ、まあとりあえず走んぞ。おはおはおはよう、よう、よう。3回まとめて挨拶してみたよ。からの朝一でパンチ。どう、目覚めた。もう一発いっとく。ご飯、お腹空いたよ。ぐるぐるキューキュー聞こえるよ。もうがっつり食べたるわ。何でもいいから食べさせて。晩ご飯の前に魔女探し。まあしょうがない。こういう時、これも仕事だからって言うんでしょ。この前ドラマで見たよ。おー、眠い。夜は眠い。あちし朝は強いけど夜はダメだね。ほら、そろそろ寝ちゃうよ。あちし行くよ。3、2、1。あちしもはずきもこのはも、毎日目いっぱい生きるんだ。そう決めたの、3人で。だから起きてる限りは常に全力全開でいくかんね。なになに、なんかやるんでしょ。いいじゃんいいじゃん、楽しそうじゃん。よくわかんないけど、とにかくやったろうよ。あちしと戦うんでしょ。いいよ、やろうよ。でも一応言っとくかんね。あちし、ちょっとも手を抜かないから、ガッツガッツ行くよ。ねえねえ、見てよ。ほら、殿様バッター。飛ぶ直前にハーって捕まえたの。手で。あちしに網なんて必要ないからね。花の蜜って吸ったことある？すっごく甘くて美味しいんだよ。あちしが一番好きな味は、やっぱりツツジ。先生がいつもくれたんだ。料理とか作れないけど、食べるのは大好きだよ。この前なんて、わんこそば300杯食べたし。まあ、さすがに倒れちゃったけど。戦ったら強い動物っているでしょ？それ研究してるんだ。戦い方の参考になると思って、クマとか、狼とか。あ、意外とコアラとかも。神浜市って魔女がいっぱいだし、魔法少女もいっぱいだよね。でも、あちしたちが最高で最強のチームだし、間違いないね。
だろう。あのフェリシアって子、顔見てるだけで負けたくないって気持ちがグイグイ出てきちゃうんだよね。なんだかな。やっぱり勝負事って何でも燃えるよね。どっちが早く100まで数えられるかとか、結構しょうもないものでも何でも盛り上がるんだよな。昔はなんかあればすぐ突っかかってさ、今は大人になったな。え、変わってない？そんなことないし、そんなことないし。へへーん、きっちりと倒しちゃうからね。やったやったー、どんなもんよ。ふう、きれいさっぱりいったね。たまにだよ、たまーにだけど、ドレスとか着てみたいなって思う時があるの。えへ、あちしだって一応レディーだからね。